どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、2020年もねもうそろそろ終わるということで、普段ね私はポイントサイトの案件を通してですねクレジットカードを発行しているわけなんですけども、今回の動画ではですね2020年に発行したねクレジットカードをまとめてねいきたいというふうに思います。基本はねポイントサイトの案件がねある時に発行しているわけなんですけども、2020年に関してはですねポイントサイトのね案件もちょっと少なかったっていった感じにありますので、まあそれ以外にもですね発行したねクレジットカード結構ありますので、それも合わせてですね紹介ねしていきたいというふうに思います。まずはじめはですねこちらですね、こちら2020年の本当になったばっかりぐらいの時にですねポイントサイトの案件で出ておりまして、こちらライフカードのビジネスカードなわけなんですけども、まあ、私の動画をね見て発行された方もね結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、こちらねポイントサイトの案件で1万3000分のポイントがねもらえるクレジットカードということで、まあそれにね、乗ってですね私もね発行したっていった感じですね。まあ、こちらね年会費無料のねクレジットカードっていうふうになっているわけなんですけども、まあ、発行してですね確か5000円の利用だったと思うんですけども、1万3000分のねポイントがもらえるということで発行させていただいたっていう感じですね。それでは次にですねこちらですね、こちらセゾンマイレージプラスクレジットカードですね。まあ、こちらはですね年会費がね1500円のクレジットカードっていう風になっているんですけども、こちらもねポイントサイトの案件で1万2000分のねポイントをもらえるっていうね案件だったんですよね。これも結構激安な案件だったわけなんですけども、こちらもね発行して1万円だったかな、利用して、まあ、ポイントがもらえるっていう案件になっておりまして、 aupay にねチャージして案件ね達成したわけなんですけども、私はですねユナイテッド航空のねこちらマイルがたまるねクレジットカードということで、結構ねメインカードにされている方もねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ私に関してはですねユナイテッド航空のねマイレージプラスに関してはクレジットカードでは貯めておりませんので、まあこちら年会費がねかかるクレジットカードっていうふうになるわけなので、次のね年会費の更新まで保有させていただいて、おそらくですねそこで解約するかなというふうに思います。それでは次ですねこちらです。こちらは三井住友クレジットカードのビジネスカードっていうふうになっておりまして、まあ、こちらもねポイントサイトの案件で発見させていただいてですね1万3000分のねポイントがもらえる案件ということで発行させていただきました。こちらね年会費初年度無料で、2年目以降はですね1250円っていうね年会費がかかるわけなんですけども、クレジットカード発行とそれとねパートナーカード発行っていうね、まあ、条件がついているわけなんですけども、まあ、そちらをね発行すると1万3000分のねポイントがもらえてしまうっていうね結構ね激アツな案件だったんですけども、これもねポイントサイト経由でですね発行したっていう感じですね。こちらのクレジットカードに関してもですね2年目以降ね年会費がかかるクレジットカードっていう風になりますんで、まあ、次の更新までね保有させていただいて、まあ、そこでね解約するかなっていう感じですね。それでは次にですねこちらですね ANAJCB クレジットカードですね。こちら一般カードなんですけども、まあ、こちらね見ていただけるとね分かると思うんですけども、こちらねスターウォーズのデザインっていう風になっておりますよね。結構かっこいいですよねこのクレジットカード。こちらは年会費初年度無料で、2年目以降はね2000円かかるねクレジットカードっていう風になっているわけなんですけども、こちらのクレジットカードもですねポイントサイトの案件で、こちらね今年の12月の頭ぐらいにねあった案件で利用させていただいたんですけども、私が利用した時はね1万2000分のポイントっていうということで、発行とですねスマリボっていうね JCB なんですけど、このクレジットカード JCB のねスマリボっていうねリボ払いの登録を一緒にするとですね、まあ、ポイントがもらえるっていう案件で1万2000分ねポイントのためにですね発行したっていった感じになっております。ちょっとねこれポイントサイト EC ナビでねこちら発行したんですけども、残念ながらですね却下っていうのはですね先日通知が来ておりまして、今ねポイントサイト EC ナビに問い合わせしてるっていう感じですね。まあ、間違いなくねスマリボはね登録したんですけども、まあ、なんでかね、却下されてしまいましたので、しばらくね調査してもらってっていう感じになりますね。でこのクレジットカードはですね2年目以降ね2000円年会費かかるわけなんですけども、こちらはですね ANA のクレジットカードっていう風になっておりますんで、 ANA のねクレジットカード一般カードに関しても
継続でね1000マイルもらえるっていうクレジットカードになりますんで、解約せずにね保有していきたいなというふうに思っております。それでは次ですね、こちら結構前にねこちらね動画で出させていただいたんですけども、こちらねブッキング .com のクレジットカードっていうふうになっておりまして、こちらね年会費無料っていうふうになっているわけなんですけども、こちらねポイントサイトの案件っていうよりかですね、こちらのブッキング .com のクレジットカードっていうのは年会費がね無料なんですよね。にもかかわらず海外旅行保険が自動付帯なんですよね。ですので、まあ、ポイントサイトの案件ね、一応こちら1000円分ねポイントもらえたわけなんですけども、まあ、ポイントをねもらうためにね発行したっていうよりかは、海外旅行保険がね無料で付帯しているっていう風になっておりますんで、まあ、そちらを目当てでですね発行したっていう感じなんですよね。発行してからですね海外の方にはね行けておりませんので、まあ、活躍する場面はねあんまりないっていう感じですね。まあ、こちらのクレジットカードね年会費無料ですので、こちらはね解約せずに保有していきたいなっていう感じですね。それでは次にですねこちらですね、こちらは ANA ビザカードの一般カードになりますね。こちらは年会費が初年度無料、2年目以降は2000円といった形になっております。まあ、こちらはですねもともと私はね ANA ワイドゴールドのビザカードをね保有してたわけなんですけども、先日ねスーパーフライヤーズがその ANA のねワイドゴールドカードについてたんですけども、 ANA アメックスゴールドの方にスーパーフライヤーズカードを移行してですね ANA ねワイドゴールドカードをダウングレードしたっていう感じですね。でまあこちらで一般カードに落としてね保有していきたいなっていうふうに思っております。こちらもね先ほど ANA の JCB カードと一緒のようにですね継続でね1000マイルがもらえるっていった形になりますんで、解約せずにですね保有していきたいなというふうに思っております。でですね次は先ほどねスーパーフライヤーズカードをですねこちらにね移行したっていう話をさせていただきましたよね。ですので ANA アメックスゴールドのスーパーフライヤーズカードですね、こちらもね今年発行させていただいたっていう感じになります。でですね ANA アメックスゴールドに関しては年会費がね3万1000円ということで結構高いクレジットカードなんですよね。で基本還元率はね 1% っていう風になりますんで、すごいね還元率がいいクレジットカードでもないんですけども、まあ、こちらねアメックス側のですね決済額のキャンペーンに乗るためにですね発行したっていう感じですね。でですね年会費がねまた次の更新でね3万1000円ねかかってくるっていった形になりますんで、ちょっとね次の更新までねしばらく考えてどうするかっていう感じですね。それでは次ですね、次はこちらですね、アメリカンエクスプレスのビジネスゴールドカードですね。こちらは年会費が3万1000円ということで、こちらもねかなりね高い年会費のねクレジットカードなわけなんですけども、こちらはですね初年度年会費無料キャンペーンがねやっておりましたので、まあ私ね YouTube やらせてもらってて個人事業主っていう風になりますんで、 YouTube のね費用とかをですね決済ねこっちに集めようかななんて思ってですね発行したわけなんですけども、結局ねそんなにね使わないで、まあ、今に至るっていう感じですね。で次の更新でですね年会費がねかかってくるっていった形になりますんで、ポイントがねある程度溜まってるので、ちょっとそのポイントをですねまだ交換してないんですよね。ですんで次の年会費更新でですねちょっとポイント溜まりっぱなしになってますんで、カード自体をですねダウングレードして一般カードの方にですね保有していこうかなっていうふうに思っております。まあこちらねかなりね額面かっこいいですね。まあそんなわけですね発行したっていう感じですね。こちら本当に利用しようと思って発行したんですけども、まあ、結局ね利用しなかったっていう感じなんですけども、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードはですね結構ねキャッシュバックとかそういうキャンペーンがありまして、今年もねヒルトンの3万5000円使うと7500円のキャッシュバックだったかな、そんなキャンペーンもねありましたので、そういう感じでねキャンペーン狙ってね利用させていただいたっていう感じですね。それでは次ですね、次はこちらですね、こちら真っ赤な LINE Pay Visa クレジットカードですね。まあ、こちらねすごい話題になりましたよね。初年度年会費無料で2年目以降もですね年間一度使えばですね年会費がかからないクレジットカードという風になっておりまして、まあ、何よりね話題になったのが2021年の4月30日まで還元率 3% なんですよね。これがね
すごい話題になりましたよね。まあ2021年の4月30日ということで、もうあとね半年ぐらいしかね、その 3% っていうね還元率はもう取れないわけなんですけども、私もね発行させていただいて、 LINE Pay っていう QR コード決済ありますよね、まあ、そちらもステータスに、ね、よって還元率変わるんですけども、請求書払いとかもですね 3% 還元がね受けられるっていう感じなんですよね。請求書支払いの中でも税金の支払い、こちらもね 3% 還元が受けられるということで、私もね今年いっぱいのね税金はこちらのね請求書払いで支払いしたっていう感じですね。税金をクレジットカードでね支払いするとある程度手数料かかるじゃないですか。まあ、それがですね LINE Pay で支払うとですね手数料かかんないんですよね。まあ、それが良くてですね、今年の税金の支払いはね LINE Pay でね支払ったっていう感じになっております。まあ、それ以外にはですねそこまで利用してないですけども、あとね半年程度で 3% 還元がね終わってしまうっていう感じになりますんで、またねそのチャージ&ペイの方はですねいつまで続くかちょっと分かんないんですよね。ですのでひとまずですねこちらのクレジットカードはそのチャージ&ペイがですね今後も 3% 還元とかになるようであればですねちょっとね利用していきたいなっていうふうに思っております。税金の支払いでね手数料がかからないっていうねかなりありがたいっていう形になりますし、まあ、それでね 3% の還元がね取れるっていうのはね結構ね大きいので、まあ、それ次第でね継続するか考えるっていう感じになります。それでは次にですねこちらですね楽天ゴールドカードですね、年会費が2000円のクレジットカードなんですけども、還元率に関してはですね楽天市場で利用すると、まあ、プラスね2倍になるっていう感じになりまして、楽天経済圏にね私足を踏み入れておりますんで、まあ、それだけのためにね発行したっていう感じですね。ですので基本は楽天市場でね利用する以外はですねほとんど使ってないっていう感じですね。楽天ペイとかもね利用させてもらってるんですけども、まあ、楽天ペイはですねクレジットカードで決済するっていうよりかはもうほとんどね楽天の期間限定ポイントを楽天ペイでね利用しているっていう感じになりますので、楽天ペイでもですねこのクレジットカード紐付けて使ったって記憶ねないんで、本当にね楽天市場だけで利用しているっていう感じですね。それでは次にこちらですね、JQ エポスゴールドカードですね。こちら年会費無料のクレジットカードっていう風になっておりまして、こちらね結構ね紹介させていただいておりますけども、ANA マイルのね還元率が最大 1.75% っていう風になっておりまして、6g っていうねプリペイドカードを併用するとですね、結構ねこの 1.75% をね出しやすいっていった形になっておりまして、先日ね九州まで行ってね切り替えてきたわけなんです。でですねこちらのクレジットカードは国際ブランドがビザなんですよね。ですので私的にはですねアメックスのクレジットカードっていうのをメインカードにしたいなと思うこと結構あるんですけども、アメックスがね使えないっていうところはですねこちらね活躍していくかなっていうふうに思ってるわけなんですよね。ですので2021年以降ね結構利用する機会多いかななんていうふうに思っております。それでは次ですね、こちらで最後ですねクレジットカードこちらです。こちらはセゾンパールデジタルクレジットカードの、こちらねリアルカードの方なんですけども、セゾンパールデジタルカードっていうのが先日ね発表されてすぐね作ったわけなんですけども、まあ、デジタルカードということでスマートフォンアプリのですねセゾンポータル内にそのデジタルカードがね入るわけなんですけども、そちらを発行するとですね同時にこちらもね発行されて郵送されてくるっていった形になっておりまして、こちらはリアルカードなんですけども裏にねクレジットカードの番号とかないんですよね。まあ一応ねお問い合わせ番号みたいなのが書いてあるんであんまり見しちゃいけないと思うのでちょっと見せはしないんですけども、一応ね名前だけ入ってるっていうクレジットカードになっておりまして、クレジットカードの番号とかセキュリティコードとかもですね全部ねセゾンポータルのアプリ内でね確認するっていう感じなんですよね。ですけどもまあこれはね普通のクレジットカードとしてね利用することができてですね、でセゾンポータル内のデジタルカードに関してはクイックペイ限定ではあるんですけども2022年の3月まで還元率ね 3% というふうになっておりますので、こちらね先ほどね紹介した LINE Pay ピザクレジットカードの後継としてね今注目を浴びているっていう感じなんですよね。で
こちらねセゾンのクレジットカードっていう風になりますんで、永久不滅ポイントはね 70% で ANA マイルにね直接交換することができますので、 ANA マイルのね還元率はクイックペイ限定にはなってしまうんですけども 2.1% っていう風になってるんですよね。でちょっと年会費言い忘れたんですけども、こちらね初年度年会費無料っていう風になっておりまして、2年目以降はね1000円なんですけども、年間1回でもね利用すれば無料っていう風になってるんですよね。個人的にはですね、クイックペイが使えるところであればですね、2022年の3月末まではですね還元率 3% っていう風になりますし、 ANA マイルにですね交換することができるっていう風になっておりますんで、クイックペイ限定にはなるわけなんですけども、メインでね利用していきたいなっていう感じですね。でですね、私はこちらね発表が出てですねすぐ発行したんですよね。ということなんでポイントサイドの案件利用できなかったんですよね。ですので私はね6000円ぐらいのねポイントサイトの案件がその後出たんですけども、残念ながらねそれは取りこぼしてしまったっていう感じですね。まあでもですね、2022年の3月末まで還元率 3% っていう風になりますんで、 ANA マイルね貯められている方ですね、かなりねおすすめかなっていう風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね2020年に発行したクレジットカードね紹介させていただきましたけども、最近ねポイントサイトの案件ねクレジットカード案件に関しては少ないっていうのがねありまして、まあ取れるところはね取れたかなっていうふうに思うわけなんですけども、もっとねいい案件が出てこないかなっていうふうに思ってるわけなんですよね。まあ、またねクレジットカード案件に関してはですね、基本的に1回しかね利用することができないっていうのもありますんで、新しいカードがですね2021年ね出てくれるといいなっていう感じですかね。またですね2020年はですねプリペイドカードもね結構発行してですね、こちらもね紹介しようかなと思ってたんですけども、まあ、これもね結構紹介しているレボリュートカードですね。こちらね外貨決済がね無料っていう風になりますんで、マリオットボンボイポイントとかね購入される方はね結構おすすめのねプリペイドカードっていう風になっております。それでは次にこちらですね、こちらは D プリペイドカードっていうね D ポイントのプリペイドカードなんですけども、こちらね D ポイントをチャージしてですね、まあ、通常ポイントしかねチャージすることできないんですけども、月ね1万ポイントまでこちらのねプリペイドカードにチャージすることができてですね、それがこちらマスターカード見えてますかね、こちらマスターカードっていう風になってるんですけども、チャージしたポイントがですねクレジットカードのようにね使えるプリペイドカードなんですよね。まあ、月1万円までしかねポイントチャージはできないわけなんですけども、かなりね使い勝手が良くてですね利用させていただいているっていう感じですね。こちらね今ね発行手数料とかね無料で発行することできますんで、 D ポイントねある程度持たれている方でクレジットカードみたいにですね利用されたいっていう方はね結構おすすめかなっていうふうに思っております。それでは次にこちらですね、こちらねプリペイドカードで結構動画でもね紹介した、ちょっとね色飛んじゃってるかもしれないですけども、こちらねキャッシュですねプラス 1% してくれるねプリペイドカードっていう風になっておりまして、私もねちょこちょこね紐付けて利用させていただいているっていう感じですね。 1% のね還元が受けられるんですけども、まあ、ちょっとね発行手数料がね900円ぐらいねかかるっていった形になりますんで、おすすめはおすすめなんですけども、まあねそこがどうかっていうところですよね。まあ、今後もですねクレジットカードに紐付けてね利用していきたいなっていうふうに思っております。こんな感じですね、2020年はプリペイドカードも結構発行したんですよね。私プリペイドカードといえば ANA のねプリペイドカードありますよね、ビザのねプリペイドカード持ってるんですけども、本当にねそれぐらいしか持ってないぐらいねプリペイドカードって持ってなかったんですけど、2020年はね結構プリペイドカードもね発行したなっていう感じですね。結構ねユニークなねプリペイドカードも増えておりますので、またねおすすめがねできるようなプリペイドカードであればですね、こちらもねまた紹介していきたいななんていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。